one of the competition of films, Flashback Memories, and you'll be seeing the film in 3D. Our director, Mr. Tetsuaki Matsuda, and our didgeridoo musician, Goma.松江さん、ごまさん、松江さん特に、はい、コンペティションにようこそいらっしゃいました、はい、本当にこの作品、素晴らしい作品を迎えてきてとても光栄です。まず、一言ご挨拶を頂戴できますでしょうか。今日はどうも、上映集まっていただきありがとうございます。監督の松江です。東京国際映画祭は僕今まで、2本ライブテープと東京ドリフターという作品がある視点部門で、上映していただいて、で参加は3本目なんですけど、そうですね、流れというかそういう、 こう流れの上で自分のこう作品を見続けていただいて、その上でのコンペということなので、それはちょっと自分にとってすごく、そうですね、ちょっと特別な気持ちがあります。はい、ありがとうございます。それではごまさん、一言会場の皆様にご挨拶をいただけますでしょうか。まず本当に今日は集まっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。普段はこの目の前に楽器があって楽器がない状態でステージに出るとこんなになんか丸裸な気分なのかなみたいな、まあ人生がこうして映画になってみんなに見てもらえるっていうこの状況が未だに自分でも信じられないような感覚でいます。で、まあ、映画の完成が僕も一昨日までちょっと記憶を確かめるためにオーストラリアの方にちょっと行ってまして、それでまだ完成が見てないんですね。で、今日皆さんと一緒に同じような気持ちでこの映画を見れることを本当に嬉しく思ってます。今日は楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。まさにありがとうございます。松江監督、これから上映なわけですが、まあ、上映前にあまりお話しすることも難しいかと思うんですけれども、まあ、これからご覧になる皆様に、伝えたいことがありましたらぜひお話しいただけますか。そうですね、まあ、この作品は本当自分にとって初めてのことがすごく多い、映画で、もちろん 3D というのも初めてだったし、あと、まあ、ぜひ劇場でこう聞いていただきたい 5.1 チャンネルという今まで自分がこう自主映画でやってきたような音作りとは全然違うことに挑戦したので、本当にこう目で見えるものと聞けることと、まあ、そこはちょっと新しい挑戦だったと思いますね。で、そこのところをぜひ劇場で体感というか、そういう、こう感じるような作品を目指したので、で、そうですね、僕も 3D の映画はすごく、まあ、好きなので劇場ですごく見てるんですけど、ただこう今までこうハリウッド映画だったり日本映画でこうスケール感を目指すような 3D ではなくて、もっといつかもっとこう小さいカメラだから撮れる 3D というか、奥行きとか飛び出しではなく、こういくつもの層が同時に見えるものとして 3D を使ったの で、それはやっぱりごまさんとの出会いがそういう映画の作り方を逆にごまさんからこう気づかされて、それを今日これからごまさんにこうお返しするっていう気持ちなので、まだ映画は本当自分たちにできたことが終わったっていうだけなので、こうどう完成するかは72分後にまあお客さんも皆さんも一緒に体感していただければと、はい、そういう気持ちです。ありがとうございます。それぞれ本当に素晴らしいコメントを、感謝いたします。ではフォトセッションに入りたいと思いますので、準備をお願いいたします。 So we will be moving on to the photo session. はい、ありがとうございます。それでは、フォトセッションと舞台挨拶を終了したいと思います。大きな拍手をお送りくださいませ。松江哲哉監督、そしてごまさんです。ありがとうございました。また上映後に、お話を伺いたいと思います。ありがとうございます。それでは上映を開始したい。